い、どうもこんにちは、寺井です。今回は永久保存版倍まで買い付け成功率を高める方法10個お話しさせていただけたらというふうに思います。この買い付け成功率なんですけれども、この倍までショップ活動を行っていくパーソナルショッパーにとってめちゃめちゃ重要な項目なんですよね。なぜかというと、この買い付け成功率が下がってきてしまうと、このアカウントの停止、すなわちこの赤番が起こってしまうからです。なので、この倍までパーソナルショッパーの活動を行う人にとっては、この買い付け成功率というのを高い水準にキープしていく必要があります。今回はこの買い付け成功率の高め方を徹底解説させていただきますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。僕は普段バイマの物販と、バイマ物販の先生を行っております。 YouTube でバイマ物販の稼ぎ方について発信しておりますので、ぜひ過去の動画を見ていただけたらと思います。また今現在概要欄の僕の公式 LINE アットの方登録いただいた方限定で、超有料級のバイマの入門マニュアル、こちら、無料でお渡しさせていただいておりますので、まだ受け取ってないよという方はぜひ受け取っていただけたらと思います。そちらのマニュアルではバイマの始め方だったりとか、リサーチの方法だったりとか、今まさに売れている商品なんかも、紹介させていただいておりますので、ぜひ見てみていただけたらと思います。買い付け成功率というのは 90% 以上、これがね、目指すべき値という形で皆さん覚えておいていただけたらと思います。 90% 以上買い付け成功率が達成できている人、すなわち10回に9回は成功している人っていうのは、バイマの運営から見たら非常に優秀なショッパーであるということが言えます。まあ 85% ぐらいで、まあ普通ぐらいかなというところで、 80% ぐらい、これぐらいになってくると、ちょっと赤番、ちょっと注意してくださいね、ちょっと気をつけてくださいねっていうところに片足を突っ込んでいるような状態。そして 75%、 これぐらいの買い付け成功率の水準になっていくと、アカウント停止間近になってしまう、いつアカウント停止になってもおかしくないみたいな、そんな状態になってしまっています。なので、最低でも5回に4回は買い付けを成功させていただければいけないというところはね、知っておいていただけたらいいのかなというふうに思います。で、この倍まで気をつけなければいけないというか、本当に厄介なのがいきなり注文なんですよね。このね、倍もやってる人だったら絶対わかると思うんですけれども、やってない方のためにね、このいきなり注文っていうのも解説させていただけたらと思うんですが、バイマっていうのはね、基本的にはこのお客様が問い合わせをして、その問い合わせに基づいて、じゃあ少々お待ちください、在庫確認しますねというところから、買い付け先、仕入れ先の在庫状況を確認して、取引できるのであれば在庫ありますよ、お取引のいかがでしょうかという形で取引が行われていくんですけれども、このいきなり注文っていうのは厄介で、バイマのシステム上できてしまうんですよね。すなわち、この在庫確認をお客様がしないでいきなり購入してくるみたいな、そんな形になりますね。これをやられちゃうと、バイマとしては一回確認ができないという状況の中でも、慌ててこの仕入れ先を巡ってというか、自分が巡るわけじゃないんですけれども、このネット上ね、探し回って時には買い付けパートナーとかもやり取りしながら、この仕入れ先の状況を確認して、もしあればよかったという形で取引できるんですけども、万が一もどこにもなくて売り切れたりしても、全国完売、全世界完売になってしまったら、取引キャンセルするしかないみたいな、そんな状況になってしまいます。本当ね、このバイマのショッパー泣かせなのがいきなり注文なんですけれども、これもね、このキャンセル率を下げる、買い付け成功率を上げていくという中では、もう切っても切れないようなことになるので、ちょっと今説明しました。この買い付け率を高めていくというところでお話しさせていただきますけれども、そのためにはいきなり注文をなるべく防いでいくという、こういった守りの戦略と、この買い付け数をどんどん上げていって、成功数を高めていって、この買い付け成功率を上げていくみたいな、こういった攻めの戦略ですよね。こういった守りと攻め、この2つのね、軸で語る必要があるので、それについても全定的なこういった概念っていうのを皆さんも認識していただきつつ、今からお話しさせていただく対策10個聞いていただけたらと思います。もうこの動画見ていただいて実践していただければ、倍までアカウント停止っていうのはならないという状況に持っていくことができるかなと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。買い付け成功率を高める施策、その1というところなんですけれども、低単価の有在庫商品で買い付け成功率を高めていくというお話になります。正直、これが一番重要です。これだけでもかなり対策できるというところを押さえておいていただけたらと思います。これどうしていくかというところなんですけれども、低単価の商品っていうのは、バイマ上はやっぱり売れる個数というところで言うと、ボリュームが多いわけなんですよね。なので、この低単価のものを扱って、それで数を売っていって、買い付け成功率を高めていこうという形になります。まあ、具体的なこの金額というところもね、明確にできたらと思うんですけども、大体もう1万円以下、これぐらいにしていくといいです。で、なおかつ、このライバルがいないような商品であればなおいいんじゃないかなというところになります。この1万円以下、そしてライバルがあんまいないというところの項目を挙げさせていただいたんですけども、じゃあ具体的にどんなようなカテゴリーがいいのかというところなんですが、これはまあ扱うブランドにもよるんですけども、例えばミドルブランドだったりとか、プチプラ、このあたりであったらサイズものになりますね。例えば靴だったりとか、パーカーだったりとか、あとはまあスウェットと
か T シャツとか、こういったアトリの商品っていうのが競合が少なくて回転数が出るというところになっていきます。ハイブランドであったら1万円以下の商品でやっぱ服とかパーカーだったりとか靴とかっていうのは無理なので、エルメスとかシャネルとかビトンとか、このあたりであれば化粧品コスメハンカチだったりとかこういった小物っていうところで1万円以下の商品探していただくとできるんじゃないかなというふうに思います。これね本当めちゃめちゃ重要な1項目目なので、具体的なところもお話しさせていただきましたけれども、ぜひね参考にしていただけたらと思います。そしてこの1項目目ちょっと長くなっちゃうんですけども、重要なところなので最後にこの利益を求めるかどうかというところですよね。これもちろん利益を求めて利益が黒字になっていくんだったらね、いいに越したことはないんですけども、ここでいう目的って何っていうところなんですが、買い付け成功率を高めていくことですよね。なのでここはもうね、利益っていうのはもうほぼほぼ求めないというところでね、考えていただいていいかなというふうに思います。それは目的プラスアルファのところなので、この目的ってところをしっかり認識してね、この買い付け成功率高めていっていただけたらと思います。この値付けというところだと、もう本当その市場によっていくかなというふうに思います。どのジャンルを扱うのか、どの商品を扱うのかで、このライバルの状況っていうのも変わっていくかなと思いますので、この1万円以下で仕入れて回していけるなみたいな、こういった商品を自分なりに見つけていただいて、この個数をしっかり売っていって買い付け成功率を上げていっていただけたらいいのかなというふうに思います。1項目目お話しさせていただきました、低単価の有在庫でキャンセル率を薄めていくという施策になります。続きまして2つ目になりますけれども、こちらもめちゃめちゃ重要です。新作の商品と人気になったばかりの商品を扱っていくという形になります。これなぜかというところをお話しさせていただけたらと思いますが、在庫数量が多いからという形になります。もうバイマの人気ランキングでもう昔からずっと1位の商品とかっていうのはもうめちゃめちゃレアだったりするっていうケースがあるんですよね。レアだからアクセスして、アクセスに応じて人気順は上がっていっているけれども、だけどやっぱり在庫は確保できないみたいな、だからこの問い合わせあってもそれこそいきなり注文されてしまったら在庫は用意できないみたいな、そんな状況に陥ってしまうかなという流れになります。一方でこういった人気になったばかりの商品だったりとか、新作でリリースされてきましたよみたいな商品を扱っていくことができれば、セレクトショップだったりとか直営店だったりしても在庫もやっぱあるということが多いわけなんですよね。なのでいきなり注文が来ちゃったとしてもやっぱ対応できるということがあったりとか、そもそもこの買い付け数を伸ばしていくことで仮にやっぱ一回ミスっちゃったとしても、いつも成功してるからこのミスのインパクトが小さいよねっていう流れの中での、このいつもの買い付け数を上げる中で在庫が多い方がしっかりとこういった取引っていうのはできていきますよね。2項目目になりますけれども、この新作の商品、人気になったばかりの商品というのを扱っていくというところ、こちら参考にしていただけたらと思います。はい、続きまして3つ目、項目をお話しさせていただけたらと思います。買い付け力を高めるという項目になります。この買い付け力もめちゃめちゃ大事ですよね。このね、バイマーいろいろ手法があるんですけれども、このセレクトショップシールだったりとか、ハイブランドの直営店シールだったりとか、アウトレットだったりとか、いろいろあるんですが、例えば今僕がメインでやっているハイブランドの実店舗買い付けのルイ・ヴィトンを扱っていくとしたらですね、ルイ・ヴィトンっていうのはいかにこの買い付けパートナーという存在を世界各国の都市に配備できるかの勝負になっていくんですよね。この人数が多ければ多いほど買い付け力が高いというふうに言えるんですよね。もちろんしっかり働いてくれる人、こういった質っていうのも大事なんですけども、数っていうのがルイ・ヴィトンでは非常に重要な要素になっていきます。その中で例えばルイ・ヴィトンお問い合わせ来ました、買い付けパートナーフランスとイタリアと日本しかいませんという形になったら、ここはドイツに在庫がある商品だったら取引することができないわけなんですよね。だからドイツも構築した方がいいよね。ニッチな国しかないレア在庫もあったりするので、例えばトルコだったりとかギリシャだったりとか構築していった方がいいよねと。あとはこういったいきなり注文が起こってしまうという事例もあるかなと思うんですけども、その時にも今の事例みたいにフランスとイタリアしかいなくて、ドイツさえいれば取引できて、利益も出るし買い付け成功率も高まる、このキャンセル率も増えないのになという状況の中では、やっぱりドイツがいなければいけなかったねということになってしまったりもするので、普段からこういった主要国はしっかりと構築していく、そしてプラスアルファ日な国っていうのも構築していくことで、この買い付け成功率を高めていくことができるんですよね。あとはこういったね、ハイブランドの商品も高くなる傾向あるんですけども、本当にちょっとだけこういったセレクトショップにあったりしますので、こういったセレクトショップもしっかり見たりとか、というところで自分の買い付け先、仕入れ先っていうのをいつも普段からね確保していくことで、お客様がいきなり注問されたとしても、あるいはこのニーズがあって問い合わせした時にでも対応できるかなというところになっていきます。いつもこういったセレクトショップをメインでやってる人も同じですよね。やっぱこのセレクトショップの仕入れ先っていうのを自分なりに増やしていく、プラスアルファこの実店舗というところには、今そういったセレクトショップでこういった格安で買えたかもしれないけれども、実店舗だったらちょっと高くなるかもしれないけれども、もしかしたらあるみたいなところもあったりするので、やっぱ買い付けパートナーっていうのをこういったセレクトショップをやってる人っていうのもね、構築していった方がいい場合っていうのもあったりするんですよね。こういった直営店ブランド、ルイ・ヴィトンとかシャネルとかエルメスとかやってる人たちっていうのは、こういった買い付けパートナーの
数っていうのもしっかり構築しつつ、もちろんこういったシャネルエルメスとかね、こういったクオリティっていうのを担保しつつ、一方でこういったもしかしたらあるかもなというところでセレクトショップっていうのもやっぱ諦めないで見てみるというところもねやっていきつつ、またこのセレクトショップっていうのを今メインでやっている人たちっていうのはセレクトショップの支援先っていうのをどんどん増やしていきつつ、プラスアルファこの買い付けパートナーっていうのを構築することによって実店舗で買いに行けるような存在っていうのも構築しながら、この買い付け力を高めるということをぜひやっていただきたいんですよね。この3つの項目目もめちゃめちゃ重要なので集めにお話しさせていただきましたけれども、買い付け力を高めるという項目になります。続きまして買い付け成功率を高める施策4つ目お話しさせていただきますが、こちらはこれですね、在庫確認のお願いの画像を入れるという形になります。こちらね見ていただければわかるかなと思うんですけれども、画像のね3枚目とかに在庫確認をお願いしますということを、アピールしていく、こういった形になります。このバイマーは商品画像というところで一つの商品あたり入れていくことができるんですけども、その枠の一つを使って在庫確認お願いしますねというところを入れていくことができれば、あ、これ在庫確認しなきゃいけないんだな、これ在庫確認って何なんだろう、そこで初めて知る人もいると思うんですよね。そういった中でいきなり注文っていうのを減らすことができる。このいきなり注文ではなければやっぱり問い合わせに基づいた取引っていう方向性で進めていくことができるのであれば、問い合わせを行っていて万々が一この取引できません、今在庫がないです、仕入れ先に在庫を切らしていますという状況になったら、今在庫がないので取引はできませんと、取引をするにあたっては近日入荷の見込みございますので入荷したら最優先でお知らせさせていただきますみたいな、そんな形でね、ある意味この受注を防ぐことができるんですよね。こういった守りの戦略ですよね。これに作るのめんどくさそうだなと思ったかもしれないんですけども、まあ、ギンプだったりとか、あとはキャンバとかにもこういったね定型のひな型の文章ってあったりしますので、ぜひね使ってみていただけたらと思います。まあ、ちょっとした注意点としては、これは無在庫の商品っていうのにはまあ入れるけど、有在庫の商品には入れる必要がないということですよね。有在庫の商品っていうのはやっぱ自分の手元にあって普段からメンテナンスしておくべきで、ある商品っていうのだけ出てるはずなので、そういったものを入れる必要がない、むしろいきなり注文してくれっていうような、ぐらいまでありますので、それについてはねこのいきなり注文の、この画像っていうのは入れる必要はないんですけども、この無在庫については3枚目ぐらいに入れていくのがいいかなというところになります。4つ目お話しさせていただきました。画像の中に在庫確認のお願いを入れるという形になります。はい、続いていきましょう。5つ目、こちらは色サイズのところに米印要在庫確認を入れるという項目になります。これやっていくとお客様の目には絶対止まるわけですよね。ここもね、守りの戦略としておすすめのところなので、ぜひ知っていただけたらいいのかなと思います。まあ、個人的にはでもまあこれここまでやっちゃうと見栄えが悪くなってしまうという中で、この受注数っていうのがちょっと下がってしまうかなっていう感覚があるので、まあ、ちょっと自分の状況を照らし合わせて施策取り入れるんだったら取り入れていただいて、取り入れないんだったら取り入れなくてもいいところなのかなというところになります。例えば買い付け成功率がもう 80% を切っていて、もうこの死の子の言えないみたいな、そんな状況の人っていうのはこういった政策も入れるとか、そういったところはやっていく必要あるかなと思うんですけれども、これに関してはちょっとバランス見て取り入れていただけたらいいのかなというふうに思います。5つ目、色サイズのところに米印要在庫確認という文字を入れるという形になります。続きまして6項目目になりますけども、在庫確認のクーポンを発行するという項目になります。これね、お知らせのところに書いておくといいんですよね。当店で在庫確認をお願いしております。在庫確認をしてくれた方には心ばかりですが500円引きのクーポンをお渡しさせていただきます、1000円引きのクーポンをお渡しさせていただきますみたいな、こういった文章を書いておくといいです。で、在庫確認をしてくれた人にはその人の ID、 このバイマの ID っていうのがついてますので、その ID に対して直接こういったクーポンっていうのを出していったりとかっていう形でこのクーポン対応してあげるといいかなという形になります。まあ地味に効果があるものになります。こちらも状況に応じて、いい施策かなと思いますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。買い付け成功率を高める施策6個目、在庫確認のクーポンを発行するという内容になります。続きまして、買い付け成功率を上げていく施策7つ目お話しさせていただきます。こちらメンテナンス担当を外注で雇うという形になります。在庫がある商品だけ出品していっていただくような外注を雇っていくという形になります。これクラウドワークスとかランサーとかでねやっていっていただくという形になるんですけれども、これをやることができたら本当に防御力はマックスですよね。1日ごとに在庫がある商品だけ出品中にして、在庫がない商品は取り下げて、次の日も見て取り下げるのか、また出品中に戻すのかみたいな感じでやっていくという形になりますね。でも正直ね、これやってらんないですね。例えば僕がやってるハイブランドとかだと1日20品出品していかなければいけないんですよね。で、月に600品出していかなければいけない。
そんな中で昨日出品した20品というのは今在庫あるのか、今日出品した商品というのは明日在庫あるのかという形で出品していくとするとですね、もう本当にめちゃめちゃ大変で、外注費の費用だけでもね、本当に赤字になっちゃうみたいな、そんな感じになります。もうこれ毎日って言ったらもう極論なんですけれども、買い付け成功率がもう低くなってきてしまいすぎちゃって、そんな状況になってしまったとしたら、やっぱりこういった妥当なところでは1週間に1回だったりとか、まあ2週間に1回だったりとか、こういったスパンで取り入れていくっていうのはダメではない場合もあるんじゃないかなというふうに思います。ただこれってコインの表と裏の話で、この守りっていうのを強めてしまうと、買い付け数っていうのはやっぱ減ってってしまうということがあったりするんですよね。なぜならこの例えば1週間に1回メンテナンスしていくとして、例えば月曜日にメンテナンスしました、そして取り下げました、そしたら1週間後また見るわけなんですけども、その期間にまた流通しだす可能性っていうのもありますよね。この流通しだしたタイミングで、もしもこれが出品しっぱなしで流通しだしたタイミングでお客様から問い合わせがあって、在庫あります、じゃあ購入お願いします、買われましたってなったら、これは売り上げになっていくわけなのでですね、このように機械損失してしまう場合もあるというところを注意点として知っていただけたらいいのかなというふうに思います。いろんな側面あるんですけども、この手法というのも、状況に応じて使っていただけたらいい手法なのかなというところになります。7つ目お話しさせていただきました、メンテナンス担当を雇うという形になります。さらにこちら具体的な詳細なお話になるんですけども、このメンテナンスというのを自分の人気順上位20品だけやる、あるいはカートの中に入っている商品だけやる、こういった形でやっていくのもありかなというところになります。こういったカートに入っている商品っていうのはもう買われる直前なわけですよね。なので、こういったいきなり受注っていうのが来るかもしれないというところで、こういったメンテナンス在庫あるかないかっていうのはしっかりしておくっていうのは重要なところっていうのはご想像いただけるかなというふうに思います。あと人気順の上位の商品もそうですよね。上位20品っていうのはやっぱり自分の商品の中での顔の部分かなと思うんですけども、やっぱり人気順っていうのはこのバイマのプラットフォーム全体で見ても20位以内の商品っていうのは上位にある。からやっぱお客様のアクセスっていうのは当然多いわけなんですよね。こういったある程度自分の商品の中で目立った商品っていうのだけやるというのもおすすめかなというところになります。これもコインの表の裏の話先ほどもさせていただきましたけども、在庫っていうのはもう生き物みたいなもんなんで、昨日なかったものが今日現れるみたいなこともあったりするんですよね。そういった中では機械損失っていうところにつながってしまう守りの施策っていうところはね、知っといていただけたらいいのかなというふうに思います。やっぱこのねバイマっていうのはね、この攻めすぎてもいけないし守りすぎてもいけないし、こういったね絶妙なバランスっていうのはね重要になっていくんですよね。まああとはこの人気商品を取り下げるっていうことは、このアクセス数の低下にもつながっていきますよね。自分のアカウントのアクセス数最低700は目指していく、定常状態で1000以上は目指していくことができれば、アカウントパワーがあるショップというところでね、例えばこういった1000以上あるアクセス数っていうのは、ある1個のね広告と人気商品みたいなのがあって、それから波及して他の商品を見られたりとか、その商品自体がもちろん買われたりとかっていう中で、自分のねアカウントパワーの指標でもあったりするんですよね。このアクセス数というのは絶妙なバランスの中での施策になるかなと思うんですけれども、買い付け成功率 80% から 85% ぐらい、これぐらいの水準の人っていうのはちょっとぜひ取り入れてみていただけたらいいかなというぐらいですね。こちら、バランス感覚も含めお話しさせていただきます。続きまして9つ目になりますけれども、セレクトショップ仕入れやってる人に特に多いんですけども、セール品ばっかり出品しないということになります。このセール品って何かっていうと、やっぱこのセレクトショップだったりとか、まあアウトレットでもそうかもしれないんですけれども、こういった格安でね、シーズンの終わりとかに、まあ売っていく、もう本来の定価の 50% オフだったりとか、60% オフだったりとか、というところで仕入れることができるような商品になります。で、こういった商品っていうのは、やっぱ価格的に魅力を感じますよね。これもまあ注意が必要で、こういったセール品っていうのは、そのシーズンの終わりの頃に出ていくわけですよね。この在庫も少ない中で、そういった商品っていうのは出ているので、それを自分の場合のアカウントで出品してしまった、そうした時に仕入れ先の目線でいうとシーズン終わりであるがゆえに、この在庫が流通する期間というのはめちゃめちゃ短いんですよね。なので問い合わせが来た時、あるいはこのいきなり注文が来た時に、この在庫ありませんでした、キャンセルってことになってしまうということになります。もうこのセール品を出すのはダメではないと思うんですよね。セール品を出したらやっぱりすぐに売れるみたいな、そういった構図が構築できていないと、やっぱりこのセール品っていうのは扱うのは難しいんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。やっぱりもう初めのね初心者で、アカウントパワーが全然ない、それこそアクセス数もないし星評価もないしみたいな人っていうのは選ばれないですよね。もう初めやっぱ目立ってる人から、やっぱそういった問い合わせとかも行っちゃうので、それで評価が高い人はなかった、その中ぐらいの人もなかった、それでちょっと経って自分のところに来たってなった時には、もうそのシーズンが終わっちゃってて、もう在庫切れみたいな感じになってしまうので、これはもう要注意ですね。
バイマの現状としてセール品についてもまあ何が行われているかっていうと、このセレクトショップは 50% オフだけれども、こっちは 60% オフだよ、でも僕は VIP 持ってるから 70% オフで買えるよみたいな、これで価格競争がね、結構こういったセレクトショップスティールっていうのは起こってしまってはいるんですよね。なので結構このセール品を扱って、こういった結構利益抜けるんじゃないかなっていうふうに思った商品であっても、価格競争ね、このセレクトショップスティールっていうのは起こってしまっているので、だからこの僕はこのハイブランドおすすめだよっていうふうに言ってるんですね。ハイブランドであれば、まあ、基本的にはこの直営店仕入れがメインになっていくので、この直営店仕入れっていうフィールドでのこの仕入れ値というのはもちろんみんな一定ですよね。初心者でも中級者でも上級者でも1000ユーロだったら1000ユーロ、2000ユーロだったら2000ユーロみたいな形で一定なんですよね。このドイツの、このルイ・ヴィトンのこのベルリンの店舗が、あなたには、まあ、30% オフで売ります、あなたには定価で売りますみたいなことは絶対しないわけですね。これで価格競争に巻き込まれないっていうところがね、まあ、非常に良くて、僕はこのねハイブランドの直営店仕入れっていうのをお勧めしているんですけども、ちょっとここもね知っていただけたらと思いますが、セールショップメインでやっている方もいるかなと思いますのでお伝えさせていただきましたが、このねセール品を出品していく、この利益を抜いていくっていうところをメインで扱っていくんだけれども、初心者はそもそもこれは扱えないというふうに思っていただいていいかなと思いますし、セール品ばかり出品していくと在庫切れ多発しますよというところもね知っていただけたらなと思いますので、こちらぜひ参考にしていただけたらいいのかなというふうに思います。最後10個目なんですけれども、有在庫だけで店舗運営を行うということになりますね。まあ、これね本当極論かなと思うんですけども、これはもう防御力マックスですよね。これキャンセル率が下がることは絶対にありえないというような施策になるかなと思います。有在庫、無在庫、この違いっていうのもね、皆さんまあご存知の方も多いかなと思うんですけども、まあ、バイマーは無在庫転売が認められていますと。お客様からの問い合わせに基づいて、その時点から、在庫確認をしてあればお客様に在庫ありますというところで取引して、その後、買い付け検品梱包をお客様に発送していくという形で利益を生んでいくことができる、これ無在庫なんですけれども、これはまあ公式に認められているというのが特徴の物販なんですが、有在庫っていうのはね、読んで字のごとく在庫をも持っちゃう、抱えちゃうということになりますよね。まあ、そうしていくことで、この在庫はもう手元にあるんだから、この問い合わせに基づいて、あるいはいきなり注文されて今から在庫ないかな在庫ないかなということもありえないんですよね。今手元にあるんだから、まあ、これをねやっていくことができれば守りはマックス、絶対にこれ以上買い付け成功率は下がらないと、まあ、そういった施策になります。でもそんなお金ないよ、そしてその有在庫だけなんて怖いじゃんみたいな、そんな意見も聞こえてくるかなと思うんですけれども、もちろんそうですよね。売れなかったらもうデッドストック、赤字リスク満載のこの不要品になってしまうというわけなんですよね。これに関してはもうしっかりとした目利きを、もう知識をつけていくしかないですね。どのような商品がトレンドなのか、どのような商品が過去トレンドだったのか、そしてバイマの市場でどれぐらいの反応があるのか、お問い合わせがどれぐらいあるのか、バイマの市場でどれぐらいのニーズがあるのかみたいな、こういったね目利きをね覚えていかなければいけないんですよね。それが大前提です。この10番目なんですけど、僕のコンサル生でやった人がいます。でその人っていうのは1アカウントで利益100万以上コンスタントに稼いでます。やっぱこういった軍資金っていうのはやっぱ必要であるというところになります。でもやっぱそういった実例がある以上、ちょっとね今回紹介させていただきたいなというところで10番目お話しさせていただきました。有在庫商品だけで店舗運営を行うということになります。今回いろいろな手法をねお話しさせていただけたかなと思うんですけども、じゃあ寺井自身のアカウントはどの施策、これ10個全部取り入れやってんのかというところなんですけども、これ全部やってないですね。これ僕がやってんのはこの中で1番と2番と3番と4番と8番と10番の一部という形になりますかね。まあ、10番の一部だから全部有在庫でやってるわけじゃないということですね。特にね、お話しさせていただいたんですけども、この1番目、まあ、めちゃめちゃ有効ですね。こういった低単価の有在庫で、買い付け成功率回していく、まあ、これでかなりこの買い付けの、ね、キャンセル率ミスっていうのは希釈していくことができるので、まあ、これをやっていくことでかなりね、底上げになっていくんだろうというところになります。まあ、そして、まあ、このね、10番一部というところでお話しさせていただきましたけれども、まあ、有在庫と無在庫っていうのは僕はまあ売り上げとしてはまあ半々ぐらいあるかなというふうに思います。なので有在庫もかなりね力を入れて僕はやっているんですよね。バイマーでこの無在庫っていうところが、まあ、非常にね、まあ、メリットでもありますので、そのメリットを恩恵受けつつもしっかり買い付け成功率高くキープして、その上でしっかりと無在庫でも、利益を取っていく。そして有在庫っていうのはもうこれは絶対売れるなっていうふうに確信を持って、目利きしたものっていうのをもうめちゃめちゃ仕入れて、それをストックしておくというような形になります。
こういったところはね、無在庫と有在庫もバランスよくやっていくといいかなっていうふうに思いますし、一方でこの有在庫っていうのは、倍前この無在庫っていう形で、無在庫でやってるショッパーが多いからこそ、この有在庫をやっている人たちっていうのは光り輝くプラットフォームでもあるんですよね。なので有在庫も適切に取り入れていくことができれば、差別化にもつながるので、売り上げを上げていくことができるという形になります。有在庫と無在庫、非常にね、こういったバランスを持ってやっていくのは僕はお勧めしておりますし、そしてなおかつね、この利益単価が高い、そして価格競争が起きにくい、薄利多売になりにくいハイブランドというのをね、僕はお勧めしておりますので、過去動画もね、見ていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、で最後まとめさせていただきます。今回は買い付け成功率を上げる施策10個お話しさせていただきました。1つ目お話しさせていただいた内容としては、低単価の有在庫案件でキャンセル率を薄めていくというところ、2つ目新作の商品あるいは人気になったばかりの商品を扱っていくと、3つ目買い付け力を高めていく、4つ目画像の中に在庫確認のお願いの画像を入れていく、5つ目色サイズのところに米印要在庫確認という項目を入れていく、6つ目在庫確認のクーポンをお知らせに用意していくと、7つ目メンテナンスの外注を雇っていく、8つ目こちらメンテナンスの、さらに枝分かれのお話になりましたけれども、自分の人気商品20品とカートに入った商品だけを行っていく、9つ目、セール品ばかりを出品しない、最後10個目になりますが、有在庫だけで店舗運営を行うという形になります。はい、動画を最後まで見ていただきありがとうございます。動画のコメント欄では動画にしてほしい内容だったりとか、こういった施策、私はやってますよみたいな、こういった買い付け率を高める施策、今回の動画に対するコメントなども募集させていただいております。ぜひ、コメント欄の方コメントいただけたらと思います。また、概要欄には過去のコンサル生の対談動画だったりとか、倍まで稼いでいくノウハウ、こちらの動画、紹介させていただいておりますので、ぜひ概要欄を見ていただけたらと思います。最後になりますけれども、この動画いいねと思ったらいいねボタンと、チャンネル登録、あとは通知が届くベルマークボタン、こちらも押しといていただけたら嬉しく思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらで今回は失礼させていただきます。バイバイ。